眼科専門医の平松です。今日は加齢黄斑変性症、目の奥の病気ですね、に対する、注射の治療について説明しようと思います。加齢黄斑変性症というのは一応難病の一種ですね。放っておくと基本的に失明することが極めて多い病気です。ですので、治療しましょうと。とは言っても治療しても元通りになるわけじゃなくて、現状維持が最大の目的。できれば視力良くなる人もいるんですけど、基本は現状維持と思ってください。じゃあどういう治療をするかっていうと、レーザーと注射ってあるんですけども、レーザーできる状態っていうのもある程度限られてるので、一番多いのは注射による治療ですね。注射っていうのもちょっと目に注射するんですよ。怖いなとか思うかもしれないですけど、先に目薬で麻酔してから注射できるっていうのがいい点ですし、針が見えるわけではないので、ちょっとそこは心配しないでください。ただ注射にもデメリットがあって、一つは感染症するリスクが稀ですね。 0.1% 以下ですけどあるってことです。もう一つは血管が詰まりやすくなる。例えば脳梗塞、心筋梗塞に関連する可能性がある。あんまり関連するってデータないんですけども、っていうことはありますね。3つとしては白内障とか網膜剥離とか何らか目の奥の変化をきたしてしまうことがある。そして4番目、結構高い、10万円以上するお薬なんですね。だから、1割だったらその1割ですし、3割だったらその3割の、値段が必要になるので、結構な値段がします。かつ1回では済まないんですね。大抵ですね、月に1回3回ぐらいなんですよ。だから例えば1月2月3月ってやって、でそこから先2ヶ月ごととか状況によって変えてます。で基本的に最初の3ヶ月やるじゃないですか。その後どうするかっていうのもちょっと考えてほしいんですね。で選択肢は基本的に3つあります。1つは悪くなったら注射するって方法ですね。状態が落ち着きました、いいかなと思ってて、また目が悪くなってきたら注射しましょうって方法ですね。この方法は注射の回数は減ります。ただ結果は悪くなってから注射するのでちょっと悪くなりやすいですね。視力がちょっと悪くなりやすいと。で2番目としては、注射を悪くなる前にしていくんだけど、だんだん間を伸ばしていくって方法ですね。一番これが推奨されている方法ですけれども、ただ注射の回数がちょっと増えてしまうっていうデメリットがあります。3番目はもうがっちりいくってことで、もう2ヶ月に1回とかも定期的にしばらく打っちゃうって方法ですね。これが最も効果高いですけど、2番目のだんだん開けていくのと、すごい変わるわけではないので、注射の回数を考えると、だんだん注射の間隔を開けていくっていうのを選択される方が一番多いです。ただこれは患者さんが選ぶことなので、いや私は悪くなったら注射がいいです、私はだんだん開けたいです、私はもうがっちり何でもいいからやりたいですっていう風なのを、ちょっと希望として考えていただければなと思います。今日は黄斑変性に対する注射抗 VEGF 抗体療法についてお話しました。